BMW 3シリーズの頂点に君臨する高性能セダン M3 セダン新型の最新プロトタイプをスクープサイトスパイダーセブンのカメラが捉えた。 BMW は7月に入りプロトタイプの画像を公式リークしているが、今回キャッチした車両からは M4 クーペ同様の巨大なキドニーグリル、両サイドの二分割されたエアインテーク、さらにバンパー端のブレーキ冷却用縦スリット、リップスポイラーなど、市販型デザインのディテールが初めて明らかになった。また、ハーフカップ型 LED デイタイムランニングライトを備えるヘッドライトのアウトラインも確認ができる。サイドビューからは、張り出したフェンダー、分厚いサイドスカート、M ブレーキキャリパーが見て取れるほか、リアエンドでは円形クワッドエキゾーストシステムをインサートしたバンパーやアグレッシブなディフューザー、スプリットタイプのブーツリットスポイラーを装備している。BMW M3 セダン新型プロトタイプスクープ写真。 MT シフトレバーを備える4輪駆動モデルの室内の画像は以前撮影に成功したものだが、今回のプロトタイプが4輪駆動モデルか X ドライブモデルかは不明だ。 X ドライブは8速 M ステップトロニックとの組み合わせのみとなるため、 MT モデルのようなシフトレバーは用意されない。最新の情報によれば、後輪駆動モデルが先行発売された後、XDRVIE が登場するという。現在までに公表されているパワートレインは 3.0 リットル S58 型直列6気筒ツインターボエンジンで、最高出力500ピコセカンド以上、コンペティション仕様の場合最高出力は510ピコセカンドまで引き上げられる。また最高出力を 460HP 程度に抑えたピュアモデルの設定も噂されている。 M3 セダン新型のワールドプレミアは9月 M4 クーペとの同時公開が期待されている。新型車を最速スクープスパイダーセブンをチェック。Thank you.